兵庫県でも有名な心霊スポットらしいんです。おいやー、大きい顔横たわってる、気持ち悪い顔。いや、めっちゃついてきてて、あの黒いやつでしょ。そう、助けて、あーもう嫌や。ゴーストチャンネル、もしもしセッションの終わりです。はい、カメラと声を担当しております、ハゴヒゲメガネ D です。よろしくお願いいたします。よろしくというわけで今日はですね、はい、兵庫県は逢坂トンネルというところに来ております。はい、はい、こちらをご覧ください。トンネルの目の前まで来ております。うい、はい、というわけでね、ここ最近のゴーストチャンネルでは、はい、ショウスケ君、Kさん、はい、そして Y 氏という単独会を3回連続で行っておりまして、はい、一体誰が最も心霊現象を起こせるのかと、そういう感じで一番最後の Y 氏が果たしてどういった現象が起こるのか、そういうところも見どころとなっております。はい、はい、そしてですね、もう一つのさくらさんという方を毎回呼んでまして、はい、はいはいはい、遠隔からこの場所をちょっと見てもらうというそういう企画もやってまして、はい、もちろん今回も呼んでおります。でこの電話の向こう側にさくらさん来てますんで、はい、はい、どうですか、どうでしょうか、現在今トンネルの目の前はどんな感じでしょうか。でも気持ち悪いところです。ああ、どういう気持ち悪さですか。どういう気持ちが悪い、行ったあかんとかそっち系ですか。え、行ってください。わかりました。なんで行かすの。行きましょう。はい、行くん。行きましょう。ここね、本当に兵庫県でも有名な心霊スポットらしいんです。うわ、ちょっと待って。うわ、どうですか。消えた。あ、電波がやはり返事がないということは、おそらく電波も繋がってないのかもしれません。ないんですかね。はい。わかりますでしょうか。レンガが、天井はレンガ作りになっております。めっちゃ、うわー、もうこんなあかんって。さくらさんとの通話が切れたそうです。出ました。はい、なんでじゃあちょっと一旦向こう側まで出てみましょうか。はい、でもなんかあれですね、飛んでる独特の冷たい感じ、はい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 、空気感がやっぱ変わりますね。はい、ほらほら、トンネルの反対側までやってきました。はい、はい、逢坂トンネルという場所なんですけど、はい、もう一つの疑惑がありまして、うん、そのトンネル抜けた先に池があるということなんです、うん、はいはい、で我々ここに来る途中、はい、車止めて歩いてたんですけど、はい、そしたら道行くおじさんに声かけられまして、あんたら心霊スポット行くんかみたいな、はい、あそこのトンネル抜けた先に池があるんやけど、あそこな昔女の人が行さん死んどんねや言ってましたね。それがちょうど今後ろにあります。どうぞご覧ください。こんな感じで結構大きな池がで、水かさがすごいあります。こちらがこの藪、はいはい、の向こうに広がっております。気持ち悪い、色ムカムカしてきた、はい、道路のギリギリのところまで池が来てるんですよね。いきなりズボって深くなってる池ですね。あ、これ確かに落ちたら死んじゃうだろうなっていう。ちょっと右の方見せてもらっていいですか。はい、右右右の方にね、はい、あの誰かがこう水の上に立ってたんですよ。お、ちょうど雲の巣が張り巡らされてるあたりですか。うん、あの向こう側に誰かが立ってたという、うん、人が立ってるかと思ったぐらいはっきり見えました。どんな人でした。全身は見えないの、黒いから。ああ、でも、うん、黒い影ということでしょう。でもね、女性ではなかった。ああ、なるほど。うん、あのね、さっきからね、あの影がね、カメラ回すときに横切ったのがいたんですよね。なんかちょっと待ってください。社長がなんか今歌声が聞こえるという。ん、池の方かなんか歌声みたいな。社長が先ほどから池から歌声が聞こえるということなんですけれど、それがちょうどさくらさんが人影を見たあたり、こちらの方向から歌声が聞こえるということで、ほらほら、女の人がいる、女の人がいる。え、今見えてるわけです。どこにどこにどこに。女の人、木の横、木の横、木の横。ええ、この辺。うん、うん、姿は見えへんけど、なんとなくうーんみたいな。頭がズキズキする。二
人が同時に何かを感じている。社長はあの女性の霊には気をつけてくださいよ。何かついてるという話ですよね。社長の後ろに女性の霊がついてるという。もうすぐつけてくるから。お持ち帰りするみたいに今とでもないですか。視聴者の皆さんに誤解されそうですけど、はい、歌詞の歌ってる。ほら動いてる動いてる。ハミングしてるってことですよね、うん、動いてますか。ちょうど今映ってるところにシュッて。へー、説明が難しい。解読もできん。オーブではないんだけれども、はい、結構な影が動くんですよね。はいはい、人の形だったり人の形してなかったり。なるほど。もうね、ふわふわさんのグワングヒ、魚が跳ねる音でしょうか。もう怖いよ。もう嫌やもう。びっくりした。僕もびっくりしましたよ。もう外視的には何か感じてますか。何も感じない。もうただただもう土器がムネムネしてるぐらいです、ね、なるほどです。無理ですよ。もう帰ろう。あ、でも聞こえへんのと今うわで何かのバランスを崩したんでしょうか。社長はもう歌声が聞こえなくなったということ。今の叫び声で何か周波数が変わったのかもしれません。すいません。じゃあちょっとトンネルの方に戻りますか。今トンネルの方からこちらの道に池の方角に行ってるんですけども、なぜならですね、社長がちょっと見当たらないというか戻ってこないんで、ちょっと心配になって戻ってきております。社長は何か歌声や人の話し声が聞こえると言って振り向いた時にはもういなかったんですけど、一体どこに行ったんでしょうか。あれ、マジでどこまで行った。え、見える、ライトの光。見せらない。あれ、社長何かに見入られてしまってる、もしかして。いてるいてる、見てた見てた。いやいや全然気づけへんからな。これ歩いてて、はい、横耳元でフフフって笑われたから振り返ってずっと今撮ったんやけどな。急遽ちょっとカメラ回してるんですけど、耳元でフフフって笑い声が聞こえたんで、もう笑いましたよね、また。歌声が聞こえてたところまでちょっと一回戻ってみますか。ここで社長が男の人の声を聞いたということ。向こうの城を見てたら、向こうに照らせた向こう側が怖い、こういう感じですか。女の人が横たわってる。横たわってる。横たわってる。女の人が横たわってる。横たわってる。大きい顔が横たわってる。大きい顔。気持ち悪い。顔が横たわってる。顔だけがね、横たわってたの。
ほう、横たわってたって浮いてるっていうでっかい女の人の顔、その角んとこかな、女の人のでっかい顔って角の、うん、もう一つこのこのこ、こ、その奥に横たわってたんです、こっちピローンって、そのひここのなんかこのピョンって出てるところのこの左にかけてビローンって大きい顔が横たわってた。いや、ちょっと手前が顎みたいな、口があってみたいな感じだったよ。この岩じゃなくてこの横ね、この岩の横。岩の横。その辺その辺にこう横たわってでっかい女の人の顔が、顎がこっちで、顔目が向こう。まあ、とにかくいっぱいいるよ、これ見た時。水面ってことですね、じゃあ。そう、水面にこう横たわって。はいはい。顔だけ。まあ、映ってるというか、水面に映ってるような感じでしょうか。映ってるんじゃなくて。はい。沈んじゃってる。浮いてた顔が。あ、浮いてたって感じですか。沈みもしなかった。浮いてた。なるほど。なんか様々な要因が全てこの池の前に何かがいてるということを示しておりますんで、はい、うわーびっくりした、もう俺ちょっと出たかもしれない。いや、めっちゃついてきてて、あの黒いやつでしょ。そう、うん、いやもうちょっと待って、ほんまにやばいねんけど、もうあかん、ほんまに D 助けて、あーもう嫌や。本日もご視聴ありがとうございました。この動画がもし良かったと思ったらグッドボタン、あとはチャンネル登録、コメントもできればよろしくお願いします。じゃあということで、今日もバケ玉緑に光ってますね。何も言ってないから、バイバイ。